はい、皆さんこんにちは、リンチーです。今回はね、カナダ人が中国において麻薬密輸の容疑で逮捕されて、まあ、最初ね、14年間の判決を食らったんですけども、その後上訴して、さらに今回ね、死刑判決を食らったという件についてちょっと話そうと思います。まあ、これについてはね、スマホメーカー、まあ、電子機器メーカー大手であるホワーウェイ絡みでカナダ政府に圧力をかけているんだという、意見もあります。ただね、この容疑者、まあ、この容疑によると、200kg の覚醒剤、まあ、おそらくね、メタンフェタミンだと思われるんですけども、これメタンフェタミンは英語の俗称で多分アイスで、まあ、氷のアイスね。それでね、中国語で麻薬って毒って言うんですよ。まあ、これね、日本語の方が僕いいと思うんですけども、中国語で麻薬って毒って言うんですよね。で、毒だと本当の毒なのか、まあ、それともその麻薬の方の毒なのか、まあすぐには分かんない。まあ文脈聞いてたら絶対分かるんですけどもね。まあこれについてはなんか日本語の麻薬っていう方がちょっといいと思います。ただね、日本語の麻薬にしても中国語の毒にしても、麻薬ってね、いろんな種類あるじゃないですか。まあそのあたりがね、結構ねあやふやでちょっと困るなっていう、感じだと思います。はい。まあね、その200キロっていうのは完全に売人の元締めの量なので、まあ、結構重い判決。まあ逆に言うと200キロぐらい、密輸してて、その、まあ、死刑か、まあ、14年の実刑かっていうのの境目っていうことになるんですよね、中国においてはね。ただしね、これね、僕ね偏向報道だといつも思ってるんですけども、逆にね、中国ってね、個人の使用に関してはすごい甘いんですよ。でもこれ中国だけじゃなくて、まあ、海外あるあるなんですけども、結構個人の使用に対しては甘い。日本だと、例えばね、もうほんとタイマー持ってただけで、個人がなんか多分1回、消費するぐらいの量のタイマー持ってただけで、最悪7年とか食らっちゃうんですよね。まあ多分まあ、3年とか食らって、まあ、執行猶予とかつくのかな。まあ、ただ中国じゃね、まあ、個人がね、1回使用する分量ぐらいだと、まあ、大体ね、警察が面倒くさがって相手にしない。で、最悪ね、10日から2週間ぐらいの、まあ、これね、こっちではなんか、教育って言ってるんですけども、まあ、毒抜きとか教育の、意味合いで、10日間放流されることがあります。で、それでなんか、2000元、まあ、日本円で3万円ちょっとの、罰金食らっちゃうらしいんですよね。で、しかもこれ犯罪ではないんですよ。なんで前科つかないんですよ。で、まあ基本的に、まあ麻薬を使ってる人は被害者っていう位置づけなんですよね、中国じゃね。かわいそうな人、まあ、病人みたいなちょっと位置づけで、まあ、実質ね、10日の交流とか食らっちゃうんで、まあまあ実質はね、ちょっと犯罪者みたいな扱いなんですけども、まあそれでもね、10日で済むっていう話なんですよね。で、これについて、まあ日本だと例えばね、その、まあ、200キロのまあ、密輸犯が死刑になったっていうのは、まあ、大々的に報道されるんですけども、この、まあ、まあ何グラムか知らないですけど、まあ、1回使用する分の麻薬を持ってても、まあ、せいぜい中国国内では、まあ、そのぐらいの扱いなんだよっていうのは、まあ、まず報道されないですよね、日本人、誰も知らない。で、まあ、その死刑判決が出たっていうと、もう大喜びでね、報道するんですよね。で、これ死刑判決出てなかった時にね、まあ、例えばね、このカナダ人のこの200キロ密輸しようとしてたカナダ人の
容疑者が、まあ、14年間の判決を食らってた時にはもう報道されてなかったと思うんですよ。で今回死刑判決食らったらもう喜んで、わいわい中国やっぱ残酷なんだみたいな感じで喜んで日本のマスコミって報道するんですよね。で例えばまあ個人の使用者に対してはもう全然日本より甘々なんですよ。まあ、いいことかどうか分かんないし、僕もなんか麻薬って、まあ、あんま良くないもんだと思ってるんですよね。でやったらいけないと思ってるんですよ。まあ、その理由は、違法だから、まあ、違法っていうかまあ違法悪いことだからなんですよね。で全然必要ないとも思いますし、なんでそんなリスク取ってそんな麻薬とかやんなくちゃいけないのって僕自身は思ってるんですけども、でそれでそのまあ日本だとすごい厳罰を食らうわけなんですよ。まあ、ちょっと麻薬 1-2g かなは分かんないですけど、その量はやったちょっと持ってただけでなんか警察が家まで押しかけてきてっていう、まあまあ日本のは厳しいんですよね、その個人の使用者に対しては。でそこら辺、実際のとこ知らないでもう死刑って騒ぐ日本のマスコミってどうなのかなって思います。はい、まあそれでは皆さんに聞いてした。まあ今回はねちょっと中国と麻薬の件について再見。